諏訪市図書館は長野県諏訪市にある公共図書館群。諏訪市が管理運営する図書館には諏訪市図書館と諏訪市立新州風じ文庫がある。諏訪市図書館の前身は高島学校同創生の有志による特使会が1918年に設立した諏訪図書館である。これが1928年に上諏訪町に移管されて町立図書館となり、 さらに1941年に諏訪市への移行に伴って諏訪市立の図書館となった。現在の施設は1989年に完成した。平成7年4月1日から諏訪広域図書館情報ネットワーク諏訪面を構築し、諏訪地域六市町村、千野市、下諏訪町、藤見町、原村の資料が相互に利用できるようになった。 郷土ゆかりの人物である、平林太鼓、藤原崎平、三田次郎のコーナーを設けている。岩波書店が出版する図書を、1947年、出版文以降、すべて所蔵しており、それ以前の発行文についても収集を行っている。その他、三省堂書店の図書も所蔵している。旧中津村出身で、岩波書店の創業者である、 岩波茂雄の遺志をもとに、1947年に、図書201冊の寄贈を受けて、中洲小学校内に、新州風じ文庫が設立された。1950年に独立した図書館が建設され、1975年に、改築、さらに1993年に、現在の地に新築、移転した。ありがとうございます。